属岡逸夫18戦して10勝6敗2分けという戦績、 KO 勝ちはありません。ただ今日の試合 TKO できたらと本人は話していました。自信がありそうでした。105番の野口ジム所属5敗2分けという戦績です。パンチ力は十分の鈴木誠です。1位2位のタイトル決定戦、実は8ヶ月前にもこの両者は対戦しておりまして、採点3人全員が1ポイント差、3対0で赤コーナー、今日の赤コーナーの岡が判定勝ちをしているということなんですが、それから8ヶ月経っていよいよタイトル決定戦の、はい、そうなんですよね、鈴木はですね、コメントの中でですね、一番 の、 そのポイントは気持ちの問題だ、はい、確かそうなんですよね、岡にしてでもですね、こう技術だとかね、ボクシングはそれほどその変わりはないと思いますけども、はい、やはりその闘志をむき出しにした方がですね、この試合勝つんじゃないかろうかと、こう思いますよね。沼田さんの予想は五分五分ということですが、どうでしょうか。日本ミニマム級王座決定戦が始まりました。今背中になっています。画面左側に映りました白いトランクスですが、波形の青い模様が入っています。鈴木誠、そして今画面左側渡辺ジムの岡逸夫、こちらは青いベルトラインが入っています。先に手を出していくのは鈴木誠、鈴木としてはですね、岡より先にですね、手を出していくということでしょうね、その中でそのチャンスがあれば一気にいくとするボクシングをするということでしょうね、ただその岡というのはですね、パンチ力はないんですけども、非常にその鈴木の打ってくるところですね、タイミングを外してですね攻撃するのが非常にうまいわけですよ。どちらかというとタイミング打つタイミングの点では岡の方がですねいいタイミングで打つと思いますよね、そのあたりで鈴木も岡とはちょっとやりにくいと正直話してましたけどもね、だと思いますよね、どうしても鈴木はその打とうとするところタイミング外されて打たれちゃいますからね、打ちしそうじゃうわけですよね、そのあたりもあるんでしょうか。両者なかなかこう打ち合うという形にはなりません。左を軽く伸ばす岡、そして鈴木も中に入ろうと手は出すんですが連打にはなりません。岡はね、スピードで速さの手数ですよね、ワンツーと勝負をするということでしょう、特に今回はですね、相手が打ってきた後打ち込んでいく練習をかなりしてきたということで、そのあたりで待っているのかもしれませんが、どうも鈴木が前に出ていく形、ボディを打ちました岡です。鈴木はどんどん 前に出てですね、手出していかなきゃいけないでしょうね、8ヶ月前の両者の対戦は判定勝ちで岡でしたが、その後岡は試合をしておりません。鈴木の方は試合をしておりまして、その試合がなんと6ラウンド TKO ということでいい形で勝ってるんですよね。そうなんですよね、あの試合ですわね、手数も多いしパンチのキレもあったんですよね、今年の1月ですが、いい形で KO 勝ちを収めた鈴木誠、そのあたりで自信も回復して気持ちも充実してこの試合に臨んでいるという話です。そのあたりがどう出るんでしょうか。ここまで見てますと鈴木が先に仕掛けて、その後岡がパンチを入れるという形ですが、前回の試合のように岡がこう回転率のいいパンチをどんどん打ち込むという形ではありませんね。そうですよね、冷静にですね、相手の打ってくるところを見ながらその攻撃しているという感じですよね。そうですね、ただその鈴木としてはですね、何が何でもその前に出てですね、チャンスがあればその倒そうとするボクシングですね、感じられますよね。鈴木が前に出てくるところ岡がパンチを入れます。ただ淡白です。鈴木は左から右ストレートを持っていきますが、この右ストレートが強烈です。中に入って鈴木はパンチを打てません。岡ボディ、鈴木は顔面を狙いました。鈴木左右、岡も左を返しました。第1ラウンドはどうでしょう、ちょっと岡が様子を見たという感じもありました。第1ラウンド終了です。今日のここまでの戦いぶりを見ますと、岡序盤は何か気持ちで負けていた部分があったんですが、4ラウンドにこの左のまぶたを切りました。そのあたりからこう開き直った感じですね。開き直ったですね、先ほど第7ラウンドは鈴木の右に合わせて左を3発、3発ですね、鈴木も同じようなパンチ3発ね、食うようじゃいけませんね、ここ本当に同じパターンでした。ただですね、まだ試合の流れは鈴木のね、流れだと思いますけどね、だいぶ岡もね気持ち的にその
負けずとして打ち合ってきます、来てますからね、はい、ペース少しはつかみつつあると思いますね、はい、まだ試合は3つラウンドが残っている、あ、完全にスクリーンの右に合わせて左というパターンですね、ね、左フックですね、カウンターで打って、ちょっとオープンブロー、まあ、オープンブローですね、はい、ですね、はい、ちょっと注意を受けました岡です。ただ鈴木としては右のストレートを打つと左が飛んできますので、他のパターンをちょっと考えなくてはいけなくなってきました。さあ、そして左のボディです岡。序盤はこちらの放送席で見ていましても完全にこちら鈴木のペースでしたが、まぶたを切ってから岡が開き直って、その辺りからちょっと鈴木のタイミングが狂い始めた、パンチが当たらなくなってきました。まあ、その分その手も大好きだし、はい、前に出てきましたからね、岡が前に出ていくようになってから展開が変わったように見えますが、まだ3つラウンドは残っています。岡の右です。岡の右側を捉えました。右側、ね、はい、フリーヒットしたんですね岡のパンチ、はい、さあ右から左です。さあ、試合も後半に入って、あとはスタミナという面もあるんですが、岡は本当に絶対の自信を持っています。そして一方の鈴木の方は前回の試合を見るとちょっと終盤スタミナ負けをしたところもあったかなという感じもありましたけども、今日はどうですか。まあ、症状を見てますと、はい、スタミナはですね、不安はないと思います。そうですか、はいはい、とにかくそういうこともありまして、今回は朝1時間以上のロードワークとかダッシュとかやってワンツーと入りました岡です。スタミナは岡に負けませんと鈴木は話していました。まもなく1分を切ります。このラウンド岡のクリーンヒットが何発か見られます。鈴木は疲れの嫌がってますよね、うん、盛んにそのレフリーに、はい、まあ、アピールしてますけどね、はい、ええ、こういうパターンになると、さあ、右ストレート、左から右です。この打ち合いは岡のがいいですよ、はいはい、鈴木の方がロープを背負ってる分 ね、 そうですね、ですよ、やりにくそうです。鈴木岡の術中にはまってしまった。鈴木の右アッパーか、一発のパンチがあります。鈴木今右がちょっと来ましたね岡ね。そうですね、パンチのある選手ない選手の差が出ちゃったですね、いい感じで攻撃していたんですが、鈴木の一発のパンチでまた形勢が変わってしまうか。さあ、左引く空を切る岡、ここで第8ラウンド終了です。この8ラウンドは序盤は岡、しかし鈴木の一発がありました。第8ラウンド終了。日本ミニマム級王座決定戦、こちらミニマム級2位の鈴木誠、また終盤盛り返してきた感じ。先ほどの第9ラウンド、いい右アッパーでした。右アッパーですね、あのパンチは見えないですよね、そしてこの辺りもね、顔面にいいパンチを入れました。さあ、いよいよ最終の第10ラウンド、グローブを両者合わせました。鈴木が前に出てくる。さあ、岡もパンチを繰り出していく。今日の試合振り返ると、序盤は青コーナーの鈴木、中盤岡が盛り返した感じ、しかし終盤またまた鈴木ということで、鈴木ですね、押してますから。ただ大きな全体の流れからですと、沼下が鈴木の方がというコメントもありましたね、まあ、はい、この試合ね、流れを見てますとですね、はい、鈴木の方は有利ですよね、気持ちでも違っていた感じがしますが、さあ、この最後の10ラウンドどうでしょうか。まだ鈴木のパンチアームを捉える、パンチ力のある鈴木、鈴木の正確にそのパンチがね、フリヒットしてますからね、その差だと思います。これ岡はこうやってくっついて前に出てボディーという攻撃が目立ちました。それがポイントにつながるかというのもちょっとね、ジャッジがどう判断しているかというところもあります。さあ、右アッパーを見せました。岡は左アッパー、右フック、ダブルです。さあ、パンチアゲンダーだー、鈴木今第2ラウンド岡を沈めました。あっと、コールです。コール、日本ミニマム級2位の鈴木誠、この10ラウンド見事 KO で日本チャンピオンになりました。最後はいい攻撃でした。まあ、コンビニブレーですけどもね、
まともにねパンチ受けすぎたんですよね、岡、まあ、その前の第9ラウンドからかなりもらってダメージがあったかなという気がします。ノーガードでね、顎も突き出したし、相手は倒されてますよ。さあもう一回見ましょう。この連打は素晴らしい連打でした。野口ジムの鈴木誠、野口ジムとしてはなんと18年ぶりというチャンピオンだそうですが、まあ、野口さんも嬉しいでしょうね。そうですね、見事岡を下して日本ミニマム級の新チャンピオンということになりました。